このビデオではデザイン制作の発注プロセスですね、その手順についてお話をしたいと思います。現在ご覧いただいている画面なんですけれども、これはアンドリアなんですけれども、基本的にこのビデオは全てのデザイン制作サービスの発注方法についての説明に使いますので、とりあえずそれを事前にご理解ください。それではですね、あなたの販売から納品までのプロセスということで、メンバーエリアに掲載してありますけれども、これを確認したいんですけれども、まず最初にですね、あなたがお客様からデザイン制作サービスを受注します。受注をするサイトはメンバーエリアにあるインポートファイルで構築していただくと、そこで私たちと同じようなスキームで受注をすると。次にですね、2番目なんですけれども、あなたのお客様からデザイン制作に必要な情報を入手すると。例えばですね、アンドリアなんですけれども、こちら提出していただく情報ということで、何が必要なのかということがリストしてあります。まずこの情報をあなたが聞き取ってほしいと。あなたのサポートデスク等を使ってですね、情報を吸い上げると。そしてですね、3番目に収集した情報とともに、ブレイナーズサポートセンターへ、デザイン制作の注文をすると。その時の件名はですね、ブランケットの、例えばアンドリア、カゼルタ、それぞれ、デザインサービスの名称をそこに入れていただいて、クライアントデザイン制作依頼というふうに入れてください。そして4番目なんですけれども、ブレイナーズでデザインの制作代金を送金してください。ブレイナーズとしては、デザイン制作に必要な情報を受け取り、そして制作の代金を、確認、着金を確認した段階で作業に入ります。そして5番目なんですけれども、いただいた情報をもとにですね、デザインを制作してあなたへお届けします。この時点ではお客様からの承諾を得ておりませんので、フラットの通常の例えばデザインをお渡しするのではなく、モックアップデザイン、ちょっと例えば斜めになっていて、そのままの状態では、例えばロゴサービスであれば、そのままロゴに使えないよという状態でお渡しします。そしてそれをですね、そして6番目なんですけれども、ブレイナーズから受け取ったモックアップのイメージ、それをですね、あなたのお客様にお見せして、修正の有無を確認すると。修正は2度までさせていただきます。そして修正がなければないと。そして修正があればですね、どのような修正をしてほしいということを、ブレイナーズに連絡を入れてください。そしてですね、例えば修正がないよということであれば、もう最終版をブレイナーズがご用意させていただくと。そして8番目として、あなたはその最終版をですね、お客様に納品するよといった流れになってくる、きます。基本的にですね、この流れなんですけれども、あなたがですね、例えば親しいお客様等でですね、特別な仕様のデザインを作りたいよと。例えば1つの商品イメージではなく、10巻からなる、例えばトレーニングコースだよと。そういった場合、その10巻が一度にこうラインナップしたような複数のイメージとか、そういったものを、オーダーメイドで作ってもらいたいよと言った相談などがありましたら、お気軽にですね、ブレイナーズにお問い合わせいただければですね、お見積もりの方を作らせていただきます。そしてですね、基本的にこのデザインサービスの情報のヒアリング、このプロセスっていうのはですね、非常にお客様と親しくなるチャンスでもありますし、お客様の情報を吸い上げるといった、非常にですね、重要なプロセスになりますので、ぜひこのプロセスを活用してですね、よりお客様に食い込むと。そして、デザインを納品した時に、納品する時にですね、あなたの今回リリースした商品について、こんなツールがありますよ、こんなツールを使えばより良くなるんじゃないですかというような提案をするためのですね、基礎となる情報収集を行うことができると思います。
最後にですね、デザインの、受注から納品までは大体5日間を見ておりますので、私どもとそしてあなた認定代理店さんの間ではですね、2日か3日、3日ぐらいでですね、最終的なやり取りが完了できるように目指したいと思っております。ただ、受注が重なっている、非常に多くの受注を集中していただいている場合等はですね、少々時間をいただくことも出てくると思いますけれども、基本的にはですね、常に前倒しで早めに対応をさせていただきますので、ご要望とかですね、ご相談、そして、ご提案等ありましたら、ぜひお気軽にですね、サポートセンターへご連絡いただければと思います。はい、ありがとうございました。